ライアン・ジョゼフス・スウィーニーは、アメリカ合衆国アイオワ州、シーガー・ラピッツ出身の元プロ野球選手。2003年6月3日、シカゴ・ホワイトソックスからドラフト2巡目で指名を受け、7月12日に、選手契約を結んだ。同年はいずれもマイナーリーグのルーキー級の、ブリストル・ホワイトソックスと、グレート・ホールズ・ホワイトソックスで、計29試合に出場。限られた、 出場機会ながら打率327.2本類が9打点という成績を残した。2004年は A のウィンストン・サレム・ワーソックスで134試合に出場。打率283.7本類が66打点8盗塁という成績を残した。2005年はクラスが一つ上がり AA のバーミングハム・バロンズで113試合に出場。 打率298出塁率357といずれも前年を上回る成績を残し成長の後を見せた2006年はトリプル A のシャーロットナイズで118試合に出場し打率296.13本塁が70打点という好成績をマーク9月1日にメジャーデビューを果たしたメジャーリーグでは シカゴホワイトソックスで18試合に出場し、打率229という成績をマーク。また、8アンダーで5打点を挙げた。2007年も引き続きホワイトソックスでプレイし、15試合に出場したが、打率は200ちょうどと前年を下回った。しかし、メジャー初となる長打を記録した。2008年1月3日に、ニックスウィッシャーとのトレードで、 ファウティノデ・ロス・サントス、ジオ・ゴンザレスと共にオークランドアスレチックスに移籍した。同年はアスレチックスで多くの出場機会を与えられ、115試合に出場した。また、打率、286.5本類が45打点、9盗塁、出塁率、350という数字を残した。また、得点圏打率も、330という高い数字だった。 2011年12月28日、ジョシュレ・レィック、他3名のマイナー選手とのトレードで、アンドリュー・ベイリーと共にボストン・レッドソックスへ移籍。2012年11月30日に FA となった。2013年1月25日にレッドソックスとマイナー契約で再契約するも、3月30日に放出された。2013年4月2日にシカゴ・カブスと、 マイナー契約を結び、5月6日にメジャー昇格。10月8日に2年総額350万ドルの契約を結んだ。2015年4月7日に自由契約となる。2015年12月17日、ミネソタツインズとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。打撃面ではミートがうまく、 堅実なバッティングから3割近くの打率を残している。また強権で守備範囲も広く総類面でもハイレベルである。2008年には当時チームメイトだったフランク・トーマスから将来のスターと評価されていた。かつてチームメイトだったダリック・バートンと共同生活を送っていた。ありがとうございます。